アティリウス氏族は古代ローマにおける氏族でパトリキ系もしくはプレブス系の両方がある。この氏族で初めて執政官となったのは紀元前335年のマルクス・アティリウス・レグルス、カレヌスで、それ以降も共和制時代を通じて政治家を輩出しており、帝政に入ってからも同様であった。アティリウス氏族の男たちは個人名にルキウス、マルクス、ガイウス、アウルス、 そしてセクストゥスを好んだ。それ以外は訂正までは使われていない。紀元前141年にアティリウス氏族によって鋳造されたと思われるデナリウス銀貨アティリウス氏族の共和聖火での家族名はブルブス、カラティヌス、ロングス、レグルス、そしてセラヌスであり、このうちロングスは間違いなくパトリキであった。コインにセラヌスの表記も見られるが、 セラヌスのことだと思われる。カラティヌスはカイアティヌスの表記もあるが、おそらくカンパニアの都市カレスか、その近隣の都市カイアから来ていると思われる。アテリウス・レグルスの一人は、紀元前335年カレスを陥落させたことからカレヌスと呼ばれた。レグルス家がアテリウス氏族で最大の家系で、紀元前4世紀後半に現れた。セラヌス家はその子孫であり、 紀元前一世紀まで栄えた。この記事には現在パブリックドメインである次の出版物からのテキストが含まれているスミス、ウィリアム、エド、ディクショナリーオブグリークロマンバイオグラフィーミソロジー、タイトルイコールは必須です。ありがとうございます。